みーたんチャンネル。みなさんこんにちは、みーたんです。今日も一日お疲れ様です。改めまして、いつも皆さん私の YouTube を見てくれて本当に本当にありがとうございます。なんと先日チャンネル登録者が1000人到達しました。まさかこんなに早く1000人いくと思ってなかったので、本当に本当に嬉しくて、皆さん登録して見てくれて本当にありがとうございます。もう本当に本当にばっか言ってるんですけど、それぐらいもう本当にとっても嬉しくて、皆さんにはもう感謝してもしきれないくらいです。すごく今日はいい天気だったので、気分転換にどこかにベランダと窓の間のところに座って動画を撮っています。実はね、昨日登録者1000人ありがとうの動画をケーキを食べながら撮ったんですけど、その動画見返したらちょっと見終わったので今撮り直しているところでございます。今日はいい感じに撮れてるかな。昨日ねケーキを食べながら動画を撮ったんですけど、1000人お祝いの動画撮らなきゃってなって弟に相談したら、ケーキ食べながら動画撮ろうって決まって、だからもう一回食べようかなって思ったけど、お腹が今ねいっぱいすぎて、なのでねまたの機会に食べたいなと思ってます。今日はゲストをご紹介したいと思います。どうぞ。じゃん、皆さんこんにちは、先週ぶりです。イケアの動画の時に私がゲットしたお友達でございます。今日はこの子を連れてきました。本当に可愛い。いつもね私のベッドの、ね、枕のところに置いてるんだけどね、めっちゃほわほわなの。もう分かりますよ、ね、ふわふわ加減。もうね気持ちよすぎてねヒヒヒってしちゃうYouTube 始めたのが4月の4日なんですけど、1000人行った日が7月の3日と4日の間、夜中ぐらいだったので、本当にちょうど3ヶ月で1000人行ったんですよ。嬉しいね。Twitter でもうちょっとで1000人行きそうっていうツイートしたら、みんながちょうど1000人になったところをスクリーンショットして送ってくれたりして、もうすごい嬉しくて、もうなんて優しいんだろうと思って、もう感動しちゃいました。YouTube のコメントもね、いつも皆さんすごい温かくて、毎回コメント、ハート、いいね、押させてもらってるんですけど、あれ1回しか押せないじゃないですか。だけどもう本当、気持ちでは100回押したいよってぐらい、皆さんのコメントすごい嬉しくて、いつも読んで、幸せになって返信させてもらってます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。かわいいな。あんまり考えてなかった。考えて披露したいと思います。今までね、結構いろんな動画載せてきたんですけど、どういう動画気に入ってくれましたか？これからもいろいろ動画載せていきたいなと思ってるんですけど、こういうの見たいなとか、こういう企画やったら面白いんじゃないかなっていうのがあったりしたら、皆さんどしどしコメントお待ちしてます。そういえば皆さん気づきですか？私の髪の毛かなり短くなりました。15センチぐらいかな。どうですか？髪の毛長い時期ばっかりなので、こんなに短かったことはね、人生で1人万人ぐらい。でもね、こんなにいっぱい切る予定はなかったんですよね。まあ、いつも髪の毛長いし、ちょっと短めにしようかなと思ったら、気づいたらこんな短くなってて、気に入ってるんだよ、これ。毎朝前髪は巻くんですけど、後ろの毛はね、巻いてないの、パーマかけてるんじゃない？私、もともと癖っ気で、もわもわってなっちゃうんですけど、それがね、いい感じになってね。この前、毎日ヘアで紹介した N ドットのヘアオイルをつけるだけ、ちょーっとつけるだけでいいから、本当に時短もできるし、めちゃくちゃ楽だし、お気に入りです。チャンネル登録者数1000人もあったし、自分もちょっと進化させようと思って、いっぱい来てみました。あとね、1000人行ったらやってみたいことがあって、ライブ配信をしてみたかったんですよね。だからね、この機会やってみようかなと思います。もう日にちも決めちゃいます。いつがいいかな。私いつも日曜日に登録してるから、日曜日にしましょう。やってみたかったんだよね、ライブ配信。7月26日日曜日、あさっての夜19時から1時間ぐらい配信しようと思います。4連休の締めは私と、ぜひみんな見に来てくださいね。そういえばさ、私のお友達さ、髪が長すぎてぬいぐるみの大きさに対して髪これでよく変わって、もしタオルみたいな髪巻き巻きして遊んでるんですけど、最近周りの大
友達とかだったり私の YouTube 見てるよって言ってくれる子がすごいたくさんいて、会うたびにこの動画見ましたって言ってくれる子とかもいて、私の動画を見ながら一緒に髪の毛巻いてみたよとかスイーツ作ったよとか、私も同じやつ使ってるからすごい嬉しかったとか、いろんな声もらって本当にめちゃくちゃ嬉しくて、皆さんも温かいコメントくれるし、動画をさ1回どころじゃなくて同じ動画見るの3回目だよとか、こうたくさん見てくれる人とかもいて、もうめちゃくちゃ嬉しいんですよね。本当になんてみんな優しいんだろう、ありがとうございます。なんて私は素敵な人たちに恵まれてるんだと思いますね。これからもいろんな動画たくさん載せていきたいなと思ってるので、これからも皆さん見てくれると嬉しいです。お願いします。なんかすごくまとまりのない動画になってしまったけれど、今回は皆さんに感謝の気持ちでいっぱいですっていうことを伝えたかった動画なんですけど、ちゃんと伝わってるかな、伝わってます。今回はチャンネル登録者1000人ということでありがとうございます。おめでとうの気持ちを込めてこの辺りで動画を終わりにしたいなと思います。いつもこんな感じのゆるゆる動画になってしまってるんですけど、皆さんいつも最後まで見てくれて本当に本当にありがとうございます。これからも最後まで見てくださいね。温かい優しい皆さんに囲まれながらこれからも頑張っていきたいなと思うので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。それではこの辺りで動画終わろうかな。よかったら最後にまだされていない方はチャンネル登録とグッドボタン高評価もお待ちしてます。それではまたね、次はライブ配信で会いましょう。バイバーイ、おやすみなさい。